読み上げ出力は、あれ？タコは？あ、タコ開けてからな。P ペーストコピーペースト。よし。読み上げが死んだな。ちょっと今読み上げできてないんで少しお待ちください。読み上げがハングした。死んだ。読み上げをもう一遍立ち上げ直して。よし、来た。これで、あ、読み上げが PC の方に行ってる。ちょっと待ってください。どうみちゃん、今スピーカーの方に出すので、これでよし。おはようございます。おはようございます。いいな。ドス、ドス。今日も半袖半ズボンですか？もうちょっと音量減らして。ロボさん、おはようございます。おはようございます。電波、電波今日あまりないです。で、カメラの角度はもっとだいぶ上だな。このぐらいか。あったかいです。オートフォーカスだ。おはようございます。オートフォーカスオフにし、そこをフフと、もう一人あの年配のご夫婦と全部で6人で渡ってきました。船で、あのですね、ちゃんと濡れない側に置いてもらいました。濡れる側にちょっと体乗り出してたらですね、ザバーで背中からあの海水かぶってウィンドブレーカーがえらいことになりました。水も滴るいい男です、ね、そう、あのカメラかかんなくてよかった。危なかった。油断してた。あの時ヘルメットも後ろ半分があの海水まみれになって大変でございました。まあ一瞬で乾いたんですけどね、この天気だし。あったかいよ。ほらほら、見えますか、この格好。びしゃびしゃでございました。そうですね、これあの、今ここ出してないか、今サドルは前の今ここ出さなきゃ。前の、そうなんですよ、同じのはないんですよ。もう似たの、あ、今日からそうですね。ちょっと待ってください。半裸でも短パンですよ、本当に短パン半袖ですよ。今ここはちょい待ち、ちょい待ち、今ここ今ここ表、今ここをオン。今ここはなしですか？今出しました。もう数秒で行くはずです。正月明けに会社の人に驚かれて、驚かれて、日焼けどうかな、するかな。本当に晴れてるのは今日一日だけだと思うんですよ。和骨です。お、いらっしゃいませ。やっと準備できました。はいはい、うん。北海道で、そりゃもう緯度が何十何度違うんですかね。自動無料延長はないです。あの枠が今日なんだこれ、あの電波すぐ切れると思うんで、もう一般枠取り続けます。今回も今日も日焼けにより栗山慎一郎になる。小田吹さん、おはようございます。おはようございます。今年は暖かいらしいな。沖縄は特に暖かいみたいですね。あの初夏ですよ、本当に。今何度くらいあるんですか？今もう22、3度あると思う。23度はないか。20度超ぐらいだと思います。どうかな？すごいポトポトだけど、ロボさん。ガーミンさん、27度？それ暑いな。まあでも、直射日光で下に。うん、あの、置いてたからですね。GPS 自体が暑くなってるから。暑いな、わらわら。27度暑いな。じゃあちょっと海の色とか見てもらってから出発しますかね。半袖半ズボンです。関東は暖房つけないと寒いよ。今日マイナス16度なんだが、わらわら。そして電波が弱まってしまう。じゃあ今から出発します。今、あ、もう止まったか。いや、あのこれ今生放送しながら走り始めたんですよ。そしたらもう電波切れた。今日は電波なさそうだ。こう止まったらね、携帯も電波入らないと思います。ああ。
もう終わりか。きついでしょ、坂。そうですね。途中ありますね。じゃあ、ありがとうございました。一瞬で電波なしか。うん。いますいます。よいしょ。これまいったな。ダメかな、もう。海の色見せたいのに。沖縄は au が強いらしいですね、未だに。未だにって言い方失礼かな。ここで電波来ないかな。動かないか。この海の色見てほしい。電波状況。あれ FM よりが死んでる。今日は5分で終わりました。マジですか。ジェルランって独自の進化遂げてたんですね。あれビデオカメラが今繋がってない。接触不良か。徳之島まで行ってない。なんかチチ行ってる。あ、行ったかな。前走速度は、あ、行ってる行ってる。今あのウェブカメラが接触おかしかったみたいですね。よく来たらちぎれかけてる。で、もうあの替えのケーブルはないな、そういえば。これがさっきやってきたあの港です。のほ港、のほ港って書いてありますね。野原ののに、あのほは、ほさとかのほの右側の方。あ、音ダメか。ちょっと待ってくださいね。一旦切ります。あれなんだ、なんでだ。なんでだ。あ、あ、おはようございます。何の音だ。なんでだ。まだマイクダメですかね。ちなみに泳げるぐらいの気温ではあると思いますよ。ちょっと肌寒いかな、泳ぐとさすがに。音ダメですか。マイクノイズ？ダメですかね。ブチブチ、なんでだ。よいしょ。昨日もなんかダメだったらしいですよね。なんだろう。こんなやつ。マイク呼び。なんだろう。いや、こっちは大丈夫なんですよ。どうするかな。砂浜走らないよ。うん、ちゃんと刺さってますね。今刺し直したし。そんなにひどいのかな。気にせずいけますかね。じゃあちょっとあのもう一個のヘッドセットをつないでみますね。ちょっと待ってください。動画のことを考えるとあんまり音がひどいのは気になるんですよね。ヘッドセットはマイク単体マイクじゃないやつ、あの本当にヘッドセットの方を1個持ってきてるんですよ。大丈夫ですかね。今日はこの後暑くなりそうです。そう、よく切れますからね。ちょっと予備の方一旦つないでみるテストだけさせてください。ちょっとまた機材の問題で、はいはい、イエズス、イエズス、いい天気やな。
動画のこと考えてしまう。生放送のことあまり気にしてないんだけど。なんでだよ。見えてないだろう。マイクは同じマイク2個目なんですけどね。 AT9904 オフラレ系男子、男子おっさんが男子って言うとやっぱり支障あるのかな。なんか男子って言うとあまり年齢的な言われが、言われてるから年齢的には言われないよね。35まで厳しいな。18歳までか。倍以上だな。今日2人です。よし、よし、シルエット。あれカップルさんだ。もう出ていいから、もう出ていいから、待ってくれ。さんです。ちょっと今切りますね、一旦。気持ちいいな。もう一個のマイクつなぎ直しました。いかがですか。ああ変わらず、変わらないイメージ。マイクじゃないか。じゃあ一旦これはどうしようかな。 USB のこれ、あとなんかなんだろうな、これじゃないよな。じゃあ下げていくとか。このデバイスの問題だったら困るな。じゃあこれ差し直してみようか。ちょっと待ってくださいね。もう、あ、下げすぎたか。FML 一遍止めます。今あのデバイス、あの USB 差し直します。あかん。入力間違えて。
って今音してますよね。間違ったマイクにしてないような。してますよね。我々はボリューム的にはしてないな。意地でも直してください。あんた嫌がらせのために言ってるだけだ。じゃあこれでいくしかないか。あとは GoPro 本体にマイク直結して。待てよ、マイクダブルマイク体制でいくかな。 GoPro の方にだけちゃんとした音声入れて。つなぎました。胸元と口元両方にマイクがある状態。よっと。いや、100均で買うってこれ今問題なのは、USB のオーディオデバイスなんですよね。さっきからもう犬諦めたのか吠えてないな。パソコンの問題は考えにくいかな。どうかな。まあいいや。じゃあこれでいき。いきます。USB の拡張部分なんだろうな。寝てる寝てる。本当気持ちいい。高橋さんはですね、ホラキーさんはどちらかというと、どちらかというと二日酔い系です今。二日酔いか二日酔いじゃないかっていうと二日酔い系です。すいません、ちょっと飲みすぎましたね。昨日ですね、トキワっていう青森を大変お気に入りになりまして、お飲みになられました。マイクのレベル設定は今ですね、振り切れてないぐらいなんですよ。 FM エリーナの音量バー見てますけど。ありましたっけ。飲みすぎたみたいです。で、昨日の夜はですね、ホラキーさんが気がつ、私はなんか部屋に戻っていろいろデータ転送とかしてたんですけど、どこ走りますか。今に戻ってみたらいつの間にか宿のお母さんの肩をホラフキーさんが揉んでたりですね、なんかテンション上がっちゃってたんですよ。で、その後私部屋に戻ってもう寝る準備しようとしてたところに、ホラフキーさんがどっかの本棚から持ってきた昭和60年のせからかな、昭和60年のレシピ集みたいな、ガリバンズイですってあるレシピ集みたいなの持ってきて、昭和の昔の文献とか興味あるんですよとか、何だったかなと、この当時の資料バカにしちゃいけないと思うんですよって言って、データベース化しなきゃいけませんとかいう話をされ始めてでですね、ああこれ酔ってんだなと思ってました。で、朝起きたら布団の周りえらい散らばってましたよね、文献が。そうと夜中にふと目が覚めて隣見たら、ホラキーさんの布団の上に布団もかぶらずに寝てました。で、ああこれなんか布団かけてやらないと風邪ひきそうだなと思いながら、私もそのまま寝ちゃいました。お互いひどい感じで。おう、コーヒー150円、本人はだろうかと思うんですけどね。布団本当ですよ、そいね。で、今のほっていう小さい島、橋でいつつながったのかな、まあ十何年前かは分かんないですけど、今日回る伊平屋島っていうところとつながったのほ島っていうところに今います。焼酎、青森焼酎なんでしたっけ。こんにちは。
音が、USB オーディオデバイスかどれかの問題で、音が悪いみたいです。でも明日になったら直ったりするんだろうな、きっと。昨日と全然違うってことですよね。昨日見られてた方もしいらっしゃったら。好き、いつなんだろう。青森30度でしたね、昨日のは。30度半分ぐらいに割って飲んでたと思います、ホラフキーさんは。おう、昨日、やっぱ違います。何なんだろうな。おう、お、らっしゃい。そう、こっちはハブがいる島ですね。ようこそハブのいる島へ。菜の花咲いてるよ。菜の花再起動、でも再起動は一遍やってみた方がいいかな。じゃあ次枠取るときに再起動してみますね。再起動の可能、再起動になる可能性あるかも。うん、建物少ないというか、今ここ人はあんま住んでないところですからね。じゃあ次枠取る前に再起動します。さあ、よっと、うん、いろいろ、まあダメだったら意思疎通はできてるっていうことで。でも皆さんは耳障りなんですよね。ハブシ、おう、いや、マイクは今2種類使って両方同じ症状だったんで、全く違う種類使って、うわ、なんだあの色、うわ、え、慣れるぐらいの状態なんですかね。意思疎通するのに耐えられるぐらいの。コンビニはですね、さっきの野保港のところに売店があったんで、入ってみたら保存系のものしかなくて弁当なかったんですよ。海がですね、すごい色してる。うん、この島止まりです。こっち出る船最終便はもう13時なんで、それまでに回ってくるのはちょっと無理なのと慌ただしすぎるんで、今日ここに泊まります。で、明日の朝9時の便で本部半島戻って、ただその時多分雨なんですよ。そこから先どうするかは、まあ今晩か明日考えます。1日2便ですね。こっちの島出る船は9時と13時発です。うん、納涼、うん、明日雨の予報です、確か。今日まで奇跡的にほぼ降られてない。昨日の昼間にちょっとザッと降ったけど、そんだけでしたね。そして今日はこの快晴ですよ。よっ、よいしょ。野宿はまあ楽勝ですよね、今の気温だったら。琉球、そのあたりの話聞いたことないな。四島は行かないです。フル折り返し。おう、おう、砂浜切腹一服。ああ、きついじゃなくて暑い。アームウォーマーを脱ごうとしてる。今日は1周35キロか40キロぐらいですかね。昨日の倍ぐらいある。展望台ってこれどこ、向こうにあるのかな。うーん、ちょっと見えるところであれば。見えないな。でも道はそんなに走りにくくはない。うん、うん、どれだけついてますね。うん、従う。展望台ってあれか、坂は結構この島多いと思います。山しかないし、まあ石道路だから海沿いではあるんですけどね、今日走るところは。うん、今沖縄から、1時間10何分ぐらいの島にいます。音は分かんないです。この島にもハブはいます。昨日走った伊是名島にはいませんでした。あそこはハブがいないっていうのを売りにしている島ですね。気温20度超えです。ムーンライトフルマラソン、あ、こっちですか、いい部屋。
あ、なんかそういうのあったっけ、フルマラソンだったっけ。爽やかな景色だ。爽やかで、この天気ハブは見せられません。ハブはトップシークレットなんで。いいやった。これほら、キさんのロードバイクじゃグリップしないだろ絶対。10が、いいやった。今日の昼食は途中で調達しないとないです。さっきの売店にはお菓子ぐらいしかなかったんで。フェリーはですね、本部半島に戻るつもりなんですけど、あ、那覇に直行あるんだったっけ。いや、那覇直行はこの島からないと思う。先端、一番左下のあたりですかね。商店、いや、なかったですね。売店だけ、港の海岸、砂浜止まりは結構きついんですよね。ポタファイ持って島の子供結構多いんですよ。昨日の伊是名島ってところは、あの世帯あたりのだったかな、あの兄弟、子供の数がすごく多いところで、あの兄弟数が多いんですよ。なんか7人兄弟とか、いまだに、あの昨日カップルの人とかと話してたんですけど、あの知り合いに7人兄弟いるらしいですよ本当に。あ、畑田さんおはようございます。さて登るか。宮司の森どこ。いや、うお、この階段はちょっとポタファイ片手に持ってちゃ危ない。ポケット入れて、おお、普通のプラットフォームがいっぱいくっついたやつですよね。おお、そう、苦手です。あれが昨日走った伊是名島ですね。ナンバリング一郎二郎三郎電波1310人、この島だけですよね多分。おお、ナビの声。おお、おはようございます。おお、凍りやすいね。太平洋と最低よ。どっちがどっちだっけ。太平洋はこっちから見えないですよね。沖縄本島が間にあるから。沖縄本島がしかしあれか、あっち側にかすかに見えてる、あっちの方か。で、そこには何島だったっけ、なんとか島っていう島があるんですよ。具志川島だったかな、具なんとか川島っていう、そこにあって、あ、先ほど了解です。昔はそこに人が住んでたらしいんですけど、今はもう引き上げちゃって、あの無人なんだそうです。で、未だに、あ、何人いた、あのあそこは川がないんで水のタンクとか未だに残ってるらしいですね。で、そこに住んでた人が引き上げた先は、あの伊是名島のな港がある中田っていう、あの集落らしいんですよ。ちなみに名字もなんか中田さんが多いらしいですね、って言ってましたよね。あ、これウェブカメラだとどう映ってるのかな。よっと、あれ枠終わったかな。やっほー、思い出したくなるね。あー、通信が遅くなってたんだ。電波がように全くですね。再起動、うん、あれ、そもそも録音スタートできてないし、どうなってんだ。あ、さっき切れたからか。まあいいや、うん、じゃあさ、い、起動して枠取りますと。お疲れ様です。あれ、まだ行かないな。具志川で会ってましたかね。よし、捨てたもんじゃない、私の記憶力も。
疲れ様です。さて、じゃあもう映像これで切りますね。ヨーダか。ヨーダか。じゃあ再起動。あっちの水平線にはもう何もないですね。再起動。パノラマ動くかな。結構ちゃんと取れた。明るくてよく見えん。再利用で。やってるやってる。あ、ちょっとこれじゃ小さいな。あ、もうちょい。なんか。お疲れ様です。よし、繋がった。通信速度は、マイクいかがでしょうか。安定してきた。音どうですか。音どうですか。お疲れ様です。いかがでしょうか。あ。あ、治ってる。マジで。マジですか。PC の状態でなるもんなのか。よし、じゃあこっちの音声も、じゃあ GoPro 用の音声もここで録音スタートしよう。スタート。よし、よかった。音合わせ。で、これで GoPro のマイクはもういらない。よいしょ。尖閣。そう、尖閣。
これ外して、原因は何だったの。原因はですね、 PC の状態としか、何なんでしょうね。その辺はこっちです。マイク端子のっていうのは、お、レムさんいらっしゃいませ。ふぅ、これで耳元が少しスッキリした。更新したらラグがない、うん、再起動で直った感じ。今は、今この瞬間はあの通信状況いい感じですよ。で、改めて伊是名島です。昨日走った島です。あのデコボコして見えるけど、こっちの今いる島の方がだいぶデコボコしてます。ワボネ、ワボネ、おー、でもまあこれからまた悪くなるんですけどね。あの au があの地方での、あの設置が元から進んでて、いまだにその、ドコモが勢力伸ばしてきてても、まだ au が強いらしいですよ、こっちは。さて、ちょっと怖いよこれ。綺麗ですよ。あったかいんですよ。あと半袖短パンですよ。12月に末に。怖い怖いよ。怖いよ。さて、電波はいつまでこの状況が続くかな。よし、まあでもよかった、マイクの件が治って。ことは今日船に乗るとか、あの辺りも音はめちゃくちゃ出すのか。その辺りのところも360度水平線が見えるので、水平線、まあ、水平線まで。あ、止まったか。いらっしゃいませ。直ったみたいです。再起動の声援ありがとうございました。また電波悪くなったかな。よし、じゃあよいしょ。ポトポト。ポトポトか。話したから制限きた。制限きたか。プトプト。怖い。大丈夫だ。重量制限でしょうか。わざわざ意図的にそんな危険な階段にしたって。絶対絶対。ラグすごいな。登ってますか。あの階段は、古い家の階段ですね。そうですね、緑に花が咲いてたのは、すごい違いですよ。ヒル、サンゴの丘。ラグだ、ラグひどいみたいですね。空青い。あの蝶々は？お、おお。マダラ蝶っぽい。あ、普通配信。じゃあそうしましょうかね。なんか青緑っぽいマダラチョウだったな。てかまた死んでる。ああ。また接触か。接触の問題だなこれ。カメラですか。ねえ。中央に水しか結局なさそうだな。2つ。で、この遅さはプライマリーサーバーエラーか。ダメだ。通常配信。これで通信速度0、1、0。ダメだ。
進みます。進みます。あれは何ですかね、あの青い、あ、これ、あ、大丈夫かな。なんかいろいろ垂れ下がっているように見えるけど、うん、あ、電波ちょっと来たか。うん、何かの干し場か、何でしょうね、わからないよこれ。
あ、あそこに何か書いてある、ヒントになる情報が。クラブ野保の使用の方針。ですかね。でも塩干すってあんなじゃないんですよねって、なんで電話が鳴るんだこのタイミングで。でもということはここに人は出入りしてるわけですね。まさか容赦にも声をかけないっていうから、うんうん、あれどうなってる、また接触か、接触やばいなこりゃ。がない。ああ、なんかおかしいな。フォーマンの電波、あ、電波は、あ、こっちにある。やっぱ厳しいんだ。ないですか。そもそもこれは。あ、繋がってるな。ダメだ。で、向こうは多分道戻れないですよね。わかんないけど、戻りますか。あ、本当ですか。じゃあ。本当は上に上がってる。何作ってんだろうこれ。あとか、早期車、キャタピラー車の私が自転車には辛い、ガタガタで。よし、おお、いいよ。あそこ道路だよな。あ、本当は繋がってる。繋がった。
こさっきの売店かな、港の。すいません、大丈夫でしたか、はい、さっきの道は。いや、もう今はあのかなりタイパンク製の高いやつを履いてるんで。ああ。10マ。うわ、すげえ色。うわ。これかな、さっき見えてたあたりは。おっと、配信の電波ダメかな、これもったいないな。あー、できないのはもったいないですね。あの色、ちょっとツール再起動するか。右の方に橋があって、そこを渡って向こうに行くんですね。はいはい、繋がらないな。解像度上げ、デジカメの解像度上げて、配信もったいない。これが放送できないなんて。あれ、そうですか。こっちは繋がらない。あれ、そうですか。この景色を配信できないとは。なんでダメなんだ。
ツイッターもなかなかデータいかないですね。13分ぐらいか。よっとっと。あ、読み上げ方向間違ってる。あ、来た。どうだって、データ行くか。やった。どうだ。上り速度130、100、105、1枚ぐらい行ったはず。いや、180、200行った、行った行った。声だけ、いた、いた、いた。音声、映像も来てますよね。すいません、なんかずっとダメだったみたいなんですけど。ああ、今は良くなったな。なんでだ。さっきまでこの同じ場所でずっと繋がらなかったのに。海の色がですね、あの辺りがすごいヤバい色してます。すごくヤバい色してます。コバルトブルーっていうんですかね。解像度もっと上げた方がいいかな。目の前は江ノ島ではないです。ヤバいぐらいの色してますよ。で、見えるかな、あそこの水平線、水平線というか、あの向こう岸の手前ぐらいの色、深い青とコバルトブルーと、あ、ツイッター出ました。そう、それです、それです。あ、また通信が不安定だな。ナンパ目的、あ、どうしようかな。それは秘密。湘南は真っ黒な海、まずは海の塩味確かめて。誰だ、バスクリーン入れたのは。あそこの色本当すごい。心まで澄み渡る青やね。澄み渡る。キャキャフすると塩水が後でめんどくさいのでやらないですけどね。でも本当にこれ泳げるんじゃないかな。お魚釣りましょう。お魚。魚はですね、あんまりさっき見えなかったな。ここは日本です。日本国内です。バスクリーンクールの色ですね。ここクールか。で、今海沿い出てるから多分浜辺出てきたから電波あるんだと思うんですよ。で、今また戻るので電波なくなると思います。どうするかな。今日ちょっと電波ひどすぎますね。就寝前、あ、多分やります。今日はコテージみたいなとこなんですけどね。今日の泊まりは忘れた、なんだっけ、民宿、うちなんとかっていうところです。うちや民宿だったかな。うちなんとか民宿。今回はお風呂配信もセットでお願いできますか、うん、お風呂配信はあの人じゃないんでやりません。砂浜白いですよね。南の島、ビーチパラダイス。富士山見える。じゃあ行きますかね。すいません、また電波悪くなって切れると思います。どうしようかな。次は撮ろうかな。なんか無理に配信してるとあんまりな、だから、あー、悩ましい。あまり電波悪いとこだったら無理に配信しようとするとみんな不機嫌になっちゃうんですよね。まあ、とりあえずこの枠は最後までやって、垂れ流し、でもほとんど来ないんですよね。こっちの島、どこもエリア地図的にもないところが、電波がないところがあちこちあるんで。昨日の伊是名島、実はあれ、ドコモのフォーマのエリア地図上だと全部電波あるんですよ。気にしないで。ツイッター、そっちの方がいいかもしれないですね。まあ、もう一枠ぐらいやってみるか。真ん中、そうですね。お、いらっしゃいませ。あ、そうそう、今ここで、
のここ地図で どこもフォーマーエリア重ねて見ていただければどんな状況か分かると思います。うん、さっきちょっと電波復活しました。でこっち戻ってきたからまた切れるかな。エリアマップだと穴見岳周辺は大丈夫。穴見岳あっちの色もすごい。で、まだ野保島から出ていません。残り3分くらいです。シムはしないの？ん？シムシムとは？ブプスは消えてますよ。あ、GPS 止まってます。じゃあちょっとホラフキーさん追いついてくるまでに。でも来た。泳がないの？昨日の島は海岸が山の裏側になるからな。うん、でも山の裏側もあれエリア地図ではハイスピードじゃないけどフォーマープラスエリアかなんかでしたよね確か。今ここなんで死んでる？本当だ死んでる。今ここオン。ホラフキーさんの深刻な二日酔い。深刻な、だいぶ復活してきたってますよ。復活してきました。さっきまで結構断るごとに横になってましたけど。よし。はい、行きましょうか。じゃあ、ここから先橋ですね。あそこの眺めもすごそう。向かい酒。朝は飲んでないですね、自転車乗るです、これから。あ、これからって今乗ってるし。したたか、しこたまですかね。しこたま飲んだんじゃないですかね。半袖、本当にあったかいです。今日日に焼けるんじゃないかと思います。おお。海の色がすごい。昨日郡島のとこも晴れてはこんな感じなのかな。この色。車、そうですね。移動は車でやってると思いますけど、トラック来た。ああ。今回の旅行中に晴れて本当に良かった。確かに。この色が見られなかったとしたら、まあそれはそれなりに別に不満には思ってないんだろうけど、知らないわけだから。うわ。今本当いいですよ。お天気で良かったね。天気今日本当に晴れて良かったです。いや明日雨らしいですね。また北海道、佐渡、東北、佐渡、四国、沖縄も全部見てます。ん？全部見てます？私の配信って意味かな。今やったとこ全部やったっけ？いや佐渡やってないよな。佐渡行ったことあるけど配信してない。うん、この野保島終わりです。これで、でここから先は伊平屋島、飛行機代。あとちなみに昨日フェリー往復で買った後に渡し船の話があってこっち来ちゃったんで、あら、どうしようかな。橋の真ん中で撮るか。写真撮ってるな。うわ。とりあえずピークまで行って、これは本当にちょっと泳げたくなるな。じゃあ枠取ってみるか。
FMLで見せたいな。めちゃくちゃ気持ちいいですね。ねえ。しかも今日余裕がございますから、時間に。いや、昨日本当に余裕あるはずだったんだよな。FMLコピーペースト。つながるかな。つながるかな。よ。と。スタート。さあ、転送速度は転送速度、あ、120、130、あ、70、130、予約枠じゃないです。あ、足りないな、 FMLには足りないな、 FMLには足りません。通常配信ですね、こりゃ。あれ、コメントが来てるの読み上げてない。ん？どうした？テスト。あれ？なんでだ？ダメだ。FMLに待機足りない。通常配信で。これでいいですかね。ん、コメントサーバーとつながってないな、これ。もう一遍接続。いかん、やっぱちょっとおかしい。これで100か。紙芝居で音は言ってるぐらいの待機じゃないでしょうか、今。スライドショーでもいいや。スライドショー、やっぱ電波厳しいな。で、あの今、なんだっけ、野保島と伊平屋島の間の橋の真ん中あたりいますけど、これでいいのだ。不安定ですね。変な URL あるな。いや、多分それこれの、このライブ ID みたいですよ。こんにちは。優しさ紙芝居、そして誰もが主人公。主人公、何それ。で、よっと、何と間違えて、これこれ、ああ、なんだろう、ブラウザで開こうとしてかな。この色映ってますか。この色、さっきの時よりはっきり分かる。音声は時々ひどいな。映像が1枚いくまでここで待ってみようかな。このみたいですね。パノラマ撮れるかな、これ。いらっしゃいませ。繋がるかな、これ。模様が、海の模様変わってしまうからな。昨日はこの島に泊まったんですか。昨日は、伊是名島っていう、さっき渡ってきた元の島、なんて言ったらいいんだ。伊是名島っていうところに泊まってました。隣の島です。だけか。この映像がいってないなんてもったいなさすぎる。ちょっと iPhone のパノラマ写真もまた撮って。更新しても橋だった。更新、映像全く来てないんですね。海の色かなりやばいです。うまく撮れなかった。もう一度。橋の歩道、海の方映ってないんですね。この色不自然だ。この色、ピン1コマ進んだ。
そうですか。あ、済んだ。まだ足の上ダメか。ちょっと意地になって1枚だけ送ろう。ロボさんの一撃も確かできるやつじゃなかったかな。意識してないですけどね。いらっしゃいませ。ちょっと待ってください。YouTube。はい。もう一遍接続して。接続おかしいな、これは。ああ、もう先進みます。悔しい。これを見せびらかせないなんて。あ、来た。ロボ船と機材がしてたらもったいないよ。ロボ船はネイルケアしてるのですか？ネイルケア、詰め切ってますよ。エメラルドスプラッシュ。先に進んで OK です。一番いい、行きませんかね、これで。悔しい。ダメですかね。ツイッターで OK ですよ。ツイッターで、うん、そうですね。じゃあ次枠はもう取らずにしばらく進んでみようかな。今声言ってますか？この枠終わったらしばらく、明らかに電波がありそうなエリアに、めんどくさいな。しばらくとにかく放送は止めてそのまま走ろうと思います。緑と黄色、アイダイロ。アイダイロ。こんな色してるんですよって言ってないか。そして、ありがとうございます。新車来てますかね。これ電波良ければな。伊平屋島は本当に電波ないとこある、あちこちあるんで。でこの枠はこのまま行きます。ロボさんの好きにしてください。好きに。ありがとうございます。ないなんて。役場の方なら繋がるかな。役場の周りは多分大丈夫だと思います。今海映りました。ここは米崎と書いて米崎。いや普通米崎でいいか。あそこなんかレストハウスみたいなのあるけど、弁当とか売ってなさそうだな。でこの先島尻っていうとこ行ったら弁当とか置いてあるんじゃないかっていう、さっきのほこうの売店で聞いたのでありがとうございます。あ、声は走ってれば電波が来ることもあるさ、うん、来ることも。そうですね。ナンクルナイはなんて訳したらいいんだろう。あれ大したことないさかな。気にするなみたいな、どんまいみたいな感じですよね、確か。あとこの辺りの木は根っこが
あの地面の近くの幹から直接根っこが下に向かって突き刺さるように生えてます。うん、次天の橋立か。あ、そういうことか。ありがとうございます。お、普通の軽だ。作業用の車じゃない車が通った。うん、助けない。いやいや、あ、でもまあナンクルがないってことか。どうってことって意味ですかね、ナンクルないは。島尻っていうとこどこだっけ。とりあえず予定ルート通りには行かずに、ハブが、ハブ、ようこそハブがいる島へ。あ、北緯27度線。こないだ見た千葉のあれな、北緯何度だったっけ、35度だったっけ。8度違うのか。この間の35度に比べると1度単位だからちょっと価値が下がるな。マングース借りてこう。マングース、あのハブ、ハブは、ハブ対マングース賞がハブ&マングース賞に変わってるというこの時代に。うん、ストレートだけで。ナックルとストレートってなんだ。あ、島地に、地区的には島地に来てる。この辺りどっかに売店があると思います。いや、ここ市街地は市街地ないからな。売店ここにはないな。マングースはハブ取らないらしいよ、うん、取らない、あの食い物として食わないってことですかね。獲物としては消しかけられるとやむを得ず戦うことになるだけで。でもマングースって確かハブを、ハブ対策でこっちに導入したとかいう話じゃないんでしたっけ。うん、北国、うわなんだ、木の幹にトゲが、バラのトゲみたいなのがいっぱい生えてる。あとなんか立ち枯れみたいに見える木が多いな。これこれすごいな。写真撮って、この辺が島地ってところらしいですね。ええ、でもうちょっと行ったらあの住宅があるあたりがありそうなので、島尻の港で釣り配信してみて、うん、あ、そうか、港があるんだった。マングースは役立たず。そうそう、購入したけど効果なかったらいい。効果、あれはそうなんですか。ハブはナイスデイ。あら、ハブ、じゃあマングースは連れてこられるぞってことか。その挙句に役立たず呼ばわりか。そろそろ電波キャッチですね。電波、あー、しばし近づいてきましたかね。港はどこだ。ちょっと向かい風かな、これは。今左手が山で、右手が何だろう、たい焼き。右手が菜の花。害獣マジですか。逆効果ですね。私はヤンバルクイナ生で見たことはまだないです。
あ、じゃあここニコ生はなんかサーバーとの接続にやたら時間かかったり繋がらなかったりするんで、わあれはノリだ、ノリ養殖中ですね。ここは海沿いで、こっちだとなんだろう、アーサーってやつかな、あの砂浜のすぐそこに5番目というか格子状にグリッド状に杭が立ってて、で一部に網が渡してあって、あの緑色になってます、その上が。あれって道引きによって沈んだり乾いたりするんですかね。ちょっと YouTube 動画用にもよっと、ちょっと、マングースにアンバルクイナを食イナとは言ってないはず、食イナ、クイナ、そうか、そうか、これはノーサイ、あ、ダイビングショップ、そこにもフシーズンか。あ、この辺りだな。昼だけど朝。朝、あ、聞こえてました。ラグはあるけど音は言ってるんですね。あ、沖縄来てダイビングしないなんて。しないなんて。クリープを入れないようなもの。こんにちは。よっと。よっと。ダイビングはやったことないな。うまい止め方がわからない。いや、そっちです、そっちです。いいですよ。ええ、あ、いやいや、そっちじゃなくて、あ、ちょっといいですか。いや、そこですね。なるほど。足りなかったら少し後ろにやっての方が微調整できるんで。コメントも全く届かなくなったか、まあさすがに映像ないから、あ、コメント来てた。もうそろそろ放送終わりですよね。じゃあここから先はもう GoPro だけ撮りながら行こうかな、しばらく。来てませんね。うん。電波悪いです。グラスボートはそういえば昔家族旅行で福岡の実家の家族と来た時には乗ってます。あの船底がガラスになってて海の中見えるやつですよね。あれは結構面白かった。夜でも朝。朝。さて売店探そう。うん、この放送は年齢層高いからな。いわゆる中高年ギャグが横行してますね。もちろん私もそうなんですけども。噛まれたら車で病院に行ってくれ。
車で、なんだっけ、あの逆注射みたいなのありますよね、血を吸い出すやつ。ごめんなさい、ボービーチで裸で泳ぎました。裸で泳ぎましたか。グラス付きのカヌーです。それはまあプラ、ん、グラス付き。よく見たらもう12時か。弁当じゃなくて店に入ってもいいな。あ、店っぽいのある。なんか弁当じゃなくてもう食っていい時間ですね。そうですね。今年で81歳になりました。81歳。それはダジャレ大会ですか。ダジャレ大会じゃないんですけど。ラグもすごいな。こんにちは。島尻スーパーあった。飲食店はないかな。あれ、どれが、あっちが入り口か。お店、スーパーありました。中で食べられる店はないかな。まあ多分ここから先、あの、なんだっけ、前泊りっていう港のとこまで行けば何でもあるんでしょうけどね。でもこっから先は島の西側を回るつもりなんで、島回るときは時計回りが基本らしいから。じゃあなんかそれが多分売店、いや、どの店かちょっと今から見ます。パンクマだ、パンクマだしてたまるか。あれ、あれ出口、あ、入り口どっちだ。ん、あれ、あ、これか。うん、白い粉。あ、そっか、サーターアンダギー昨日買おうと思って忘れてたな。昨日あの吉田商店さんに売ってたんですけどね。さて、じゃあ買い物をして来る間にも和光あるかな。お蕎麦がいいな。お蕎麦か。沖縄蕎麦とか。名護は今でも名残惜しいですか。名残惜しい。それはあれか、逆か。で、は、この後は、しばらく、はい、しん、まあ、そうですね。行きます。全然ここでも電波良くないしな。うん。しま、しりの売店で、弁当かで食べますと。こっちからのコメントもラグがあるな。しまじりの売店で弁当買って食べます。誰書いた。誰、子供の声。ん、私はあなたのそばがいい。ましたっけ、ましたっけ、そばがいい。ちょっと待って、それはハッチポッチステーションのそばの替え歌じゃないか。替え歌じゃない、替え歌じゃない、あれオリジナル曲だっけ。四万中の子供の声来た。配信を配信、うん、あと1分ぐらいですかね。唐揚げ弁当食べたい。うん、では売店に入るので、ありがとうございました。はい、ので放置ですかな。では売店に入るので放置です。放置も何も、もう声しか言ってないですけどね。ではお疲れ様です。あと5分。ジザルネ、
ママ買いたい。
先週沖縄は海変えた方がいいな。おつ、また会う日まで。配信が終了しました。再接続を開始します。
すぎると何かね、温まるとまずいものが、チョコレートとか。あ、心落ちて大丈夫だった。ああ、そうか、板チョコ買ってましたね、うんうん、あ、でも大丈夫大丈夫、溶けない、よかったよかった。あ、そうそう、動画の方に言うと、ね、ん、念のためジップロックの中に入ってます、うん、一応動画の方に説明すると、今スーパーででっかいおにぎりとあと味噌汁にお湯入れて持って出てきました。すぐそこのテーブルで食べるために。あの、結構いろんな種類のおかずが入ったお弁当とでっかいおにぎりがあって、でっかいおにぎりは魚フライのやつとスパムがあって、おにぎり食べたいけど弁当も食べたいって迷った末におにぎりしました。弁当はやっぱチャンプルーとか揚げ物系が入ってますね。で、カメラどっち向けて撮ったらいいかな、こりゃ。向けて撮ると景色はいいけど逆光かな。まあいいか、こっちのいいや。で、買ったのは確かなんか沖縄の味噌汁ってやつと、アフキーさんが沖縄そばの小さいやつをスープとして買って、魚フライおにぎりこのサイズ、私はスパムおにぎり、日陰だったらこっち側開けましょうか。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。お、失礼して。ごめんなさい。そのまとめて。沖縄の味噌汁、カチュー湯。まさにカツオだしの味噌汁というか、カツオがの方が強い。あ、なるほど、カツオ、カチューっていう。カチュー州、あ、そうですね。くるくる、さっき温めたから。
沖縄そばですか。沖縄そばですね。多分その点で言ったらつゆのフレーバーが相当練り上げてあると思うから、化学調味料がどうとかそういうのを置いといてとりあえずうまいですよね。うんうん、すごいな、これマウント自作ですか。ん、あ、そうです。下のこれ、もともとこのヘルメットはキャットアイのライトがつく台座がついてて、でそう、ライト側、ライト本体の方の台座はキャットアイにパーツとして売られてないんでしょうかって言ったら、1個タダで送ってもらっちゃって、でその上に両面テープで100均の、100均の、メニュー立てを付けで、この輪ゴムマウントの輪ゴムが使うために劣化するから毎日変えてます、うん、そうでしょうね。一応滑り止めとして、滑り止めマットみたいなのを両面テープで貼り付けてるんですけどね、
そういえばおにぎりいくらだったんですかね、これ。おにぎり自体の値段書いてなかった。200円くらいかな。そうしたか。おお、飛ぶ飛ぶ。あ、でもそこの売店でまた捨てさせてもらえれば大丈夫ですかね。あとあの補給食も買おうかなと思ってるんで。ああ。そうですね。微妙に。微妙に足りない気もするし。うん。もうちょっとあってもよかったですね。あのパンがありましたよね。同じようなものを挟んだ、あ、静かですね。あ、昼寝したりしても大丈夫ですけど時間的に。まあまた後で。じゃあ行きますか。行きますか。で、
給食私また結構手間取ります。あ、はいはい、よっと、再生しない状態で、まあ、でも単純にマイクつなげればいいか。音声切り替え、こっちを止めて、最後の音合わせとか、マッキーの音合わせ、あ、そっか、どれとどれをどうつなげればいいんだっけ。まず延長、待てよ、これがこれ 1.5m だから、これを直接つないで、GoPro に給電するためのパソコンとか全部のケーブルを束ねて使ってるんで、 GoPro 給電ケーブルだけにしたい。カメラ外して、やった、あれ、うん、ウィンドブレーカーどこ、あ、白いやつですか、はい、あの白いやつ、いや、普通のウィンドブレーカー、背中のところにこれやるけど、お、あの時昼寝するとき別に荷物は置いてなかったですよね。なんだったら戻ってもらって後で合流しても。いや、いいです。どこで落としたか分かんないし。背中からポロッと落ちたりしたらもう分かんないですね。風どっか行ってそうだし。ケーブルどこやったっけ、これか、これだよな、
でいいかな。うん、残り3時間40分メディア容量残り。これで結構スッキリしたかな、軽くなった。あ、もうおにぎり食ったんですか、もしかして。いえいえ、後で食べるよ。かばかばよっと。だとしたらえらい早いなと思って。これ一口。トイレはどっかないかな。ああ、まだまだゆっくりできる。